こんにちは。こんにちは。私の名前はマイケルです。はい、私の名前は原浩司と言います。よろしくお願いします。Okay, so, 最初に、first, これはどこですか ?Where is this? Do you know? Where? どこ ?Guess, 何?どこの写真でしょう?すみません。Nagato? Tsunashima. So this is Tsunashima. 2年前に日本で来て、first time Tsunashima, これ。でも、my students, 私の生徒、あ、Tsunashima 一番綺麗、一番綺麗。でも、これは、冷蔵庫、テレビ、たくさんごめん。So, I thought, what can I do? What action can I take?最初にまあ、マイクが最初に日本に来たとき、綺麗な、一番綺麗なところに連れて行ってくれって言われたときに、ツノシマが一番綺麗だと行ってみたんだけども、マイクで撮ってもものすごいゴミがあった。このゴミを見たときに、僕は何とかしないといけない。最初にそう思ったらしいです。Yes, so I started an organization, Life Recycle, and we did many beach cleanups, 例えばツノシマ beach cleanup.Cleaning group. それで、まあ、これは何とかしないということで、ライフリサイクルドという、まあ、いわゆる、任意団体を作って、まあ、ビーチクリーンを始めようという活動を、しました。And also, 子供たちアートを作ります。So, これはブイ。And Tsunashima Nagato, たくさんブイです。Right, so, this is,Sue Elementary School, Naka, Ogori, in Ogori, and painting buoy, buoy sakuhin. Gomi soji をする、するだけじゃなくても、子供たちが楽しめるような、こうやって buoy にペイントしたりですね、そういった活動も、同時に始めました。スウェ小学校。And this is,this is art show. So this is a gallery in Yamaguchi City, N3, and these are many buoys from many kids and adults. ゴミがある。ギャラリーでもこういうアートショーを公開させたりとか、そういう取り組みもあります。この部位は日本にはない部位ですよね。これは多分韓国とか中国の部位。小さい部位、こういった形は日本にはない部位です。Okay, now, also, I wanted to understand where the trash comes from. So, ゴミ、どこから来ましたか? Where do you come from? だから、まず最初に私が調べないといけないと思ったことは、ありがとうございます。ゴミが、どこから来ているのかっていうのを調べようと思いました。And so, I, first time, about 1年6ヶ月前、100 pieces of trash, Tsunashima Beach. And 100 pieces, 69% 日本、例えば、アサヒ、キリン、or イトエ、or coffee, many on the beach. And also, 韓国、ちょっと大きいゴミ、like 冷蔵庫、something, and 中国、and then way.まあ、ゴミのリサーチをした結果 69% が日本ですね、あと12% が韓国 19% が、まあ、中国語が書いてあったそういったゴミが、津之島には流れ着いてたでも時々違う Sometimes change It's maybe season and beach でも全部日本 50% over Usually always more than 50 でも sometimes 例えば30% Korea is Tokyo. まあ季節によって違うんだけども、もう半分以上は常に日本のゴミが占められていると。まあマイクが最初に来た時に、ほとんどその日本海のゴミっていうのは、日本海に行った時に聞いた時に、もうこれは韓国とか中国の人も流してんだという言葉しか聞かなかった。でも拾ってみれば日本のゴミもいっぱいあったということですね。そうそうそう。And yeah, especially my students. It's like,全部これは韓国ゴミ、日本ゴミだい確かに僕も聞いたことある、日本人流してない、もう早く来るね、日本人は捨てない、もうほとんど韓国の人、中国の人が捨てるんだっていう話をよく沿岸部では、聞くことがあります。And ゴミ、ちょっと
like テレビちょっと好きじゃない。Like KRINHK does not like talking about trash. まあメディアはそうやってゴミのこと、まあいわゆる汚い部分ですよね。そういったものは、あまり報道したがらなかったという最初はそうでした。So I thought, 何をしてる What can I do? I want to do big adventure. Adventure 一番好き。I want big environment adventure. まあ何かをしないといけない。まあそれと同時に私はすごくもう冒険がしたい、アドベンチャーがしたい。そして何かそれと同時に何かを訴えられたらいいんじゃないかという、ことをがしたかったということですね。So when I make speeches and media asks me why, I can say beach trash. Let's clean, let's do something.メディアの人に、まあ、なぜこうビーチクリアしないといけないのかともう話していったということです。Okay. So, wow. so first, maybe, yeah, amazing. It's fake. It's Photoshop. うそ。でも、2年前、so, シーカヤック、初めて、アメリカ、not, never. So, 私友達、できません。できません。You cannot do.まあ、その大きなアクション何をしようか彼が迷ったんですよね。でその中で、まあ、カヤックで韓国まで行こうと言ったら人々が注目するんじゃないかなというアイデアが彼の中で生まれたと。でそれをまあ周りの人に話していたんだけども、そんなことは絶対無理だと、お前も死んでしまうよそんなことをしたら周りの人はもう全てそうだ、サメに食われちゃうとか。いや本当に、my friend said, your shark will eat you, you're stupid, you will die. まあ、漁師さんでもね、本当にサメにやられるという人は中にいますよね。まあ、カヤックという乗り物がまだあまり理解できてないと。But, I thought, ah, 一番好き。So, my, I saw, 彼女は Roz Savage. So, she rode,from America to Papua New Guinea. And in a first woman to make in history to do. If she can do, I can do. この女性はロス・サベージという人なんですけども、女性で初めてローボート、手こぎのボートですよね。それで、太平洋を横断したんです。アメリカ?西海岸から、パプアニューギニアまでの、横断を一人で成し遂げた、まあ、彼女にできるんだったら私にできないわけがないと、まあ、そういう最初の発想だったそうです。 Yes, so I have to try. I have to try. 私はトライしないといけない、絶対トライしないといけない、そう思いました。 Yes. So, now, this man. So, I, now hereI thought, my dream, 私の夢、なぜできません? I have to try, I have to do. So, でも皆さん、できません。OK, 大丈夫、それだな。And then, 原浩二さん、話してます。We talked about it. まあ、誰に話してもそれは無理だと言われてたんですけども、僕思い出して、last year?去年の6月ぐらいにですね、突然電話で、マイクから電話がかかってきたんですよね。僕ちょうど子供の自然学校の途中なんです。突然英語で韓国まで行きたいと、カヤックで行きたいと、行けるかという、まあ、いきなり相談があってですね、ちょっと待って、ちょっと意味がわからないが、まあ、とりあえず直接会って話そうということで、まあ、1週間後にマイクが僕うちの店までやってきました。で、まあ、当然また同じように韓国までカヤックで行けるかと、まあ、僕もちょっとそのなぜ韓国に行きたいのかわからないので、まあ、いろいろ聞いてみると、やっぱさっき言われてたようにまあ、ゴミ問題を世間に訴えたいということを、まあ、そういう相談、まあ、これはとてもいいことだなと思いました。で今までその韓国に、カヤックで行った例というのがないわけではなかったんですよね。ただその横に伴走船をつけて渡ったという例が、まあ、何度かあったんですけども、まあ、僕はその時にマイクに、これは、まあ、無理ではない、だけども今すぐは無理だと、もちろん火薬もまだの一度も乗ったことがなかったんですよね。この状況では無理だと、とりあえず1年間、トレーニングしようと。でその中でもし、ね、その中で焦げるような体力がつけば、体力と技術がつけば来年生きるかもしれないねということを言ったのを覚えています。 Yes, and he was the first person to believe in me.
Very important. Yes! 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 Yes!まあ、そのただ行くというだけではね、なかなか協力しようとかそういう気にならなかったかもしれないんですけども、そのゴミ問題、僕も瀬戸内海でゴミ拾いとか備蓄とかしてるんですけども、やっぱすごくもう深刻な問題なんですよね。やっぱりそれは何とかしないといけないというところがあって、そういうキャンペーンで行くのだったらとても面白いし、まあ、何度か練習をするうちに、まあ、彼のねとってもいい人柄だし、まあ、彼とだったらなんとか行けるんじゃないか、まあ、一人で行かす、まあ、僕の責任もあるし、一人で行かすっていうのは、まあ、運が良ければ多分、まあ、自然の中で運が良ければ生きて帰れるかもしれない、死んじゃうというのがまあ自然なので、でもやっぱりその運が悪ければっていうのパーセンテージを減らしていかないといけないのですよね。やっぱそのサポートをしてなんとか到達、させてあげたいというか、まあ、そういう気持ちになり、まあ、それとまあ僕もこれ面白いからやってみたいというのが正直な気持ちですよね。まだ行ったことのない、やったことのない海域というのは漕いでみたいというのが、そういう欲望もあって、マイクによしおな一緒に俺が行くよということを伝えました。 OK, so this is 世界が初めて、すごい痛い、いつも痛い、 Very funny, and this is 瀬戸内 Inland Sea。これ最初のマイクが乗った時、僕 の, そのレッスンに最初に参加した時ですよね。これは笠戸島、ね、あ、そうそう、笠戸島、普段はその笠戸島というところです。 And it's funny、ちょっと日本語ちょっとでも、after every training I would sleep in his car because always it's a and あと帰りました。すっごい、 maybe 3キロぐらい、1日目2キロぐらい、すごい難しい。最初のレッスンはたった3キロだったんだけども、とってもまあ疲れて、まあ、その日のその日というか帰る時の車の中では毎回もう寝てるような状態だった。 Yes. でも so 見てください。 Training、 これは練習、ね、3キロ、これは火薬でお断します。300キロね、そう、すごい違う、すっごい違う。そう、あの、多分できません。これはすごい難しい。でもこれは多分 I cannot do。でも I have to try。I have to keep training。普段の練習のそのしんどさに比べて、その先のね、韓国まであったら300キロという距離にも途方も暮れない距離に、くじけそうになったんだけども。僕もね、見とってもう諦めるかなと思ってたんです。諦めないんですよね。俺はできるっていうね、モチベーションの高さだけをずっとキープしてました。はい、yeah, so this is first training, and what about here? I'll go here. Amazing. Also, we started doing speeches together at environmental events. This is No Nuke Festival. Talking at No Nuke Festival about the environment and the importance of beach cleaning.まあ、練習もしていったんですけども、やっぱこの遠征とやっぱビーチゴミの問題を世間に広めるためにいろんなイベントに顔を出して、スピーチをしたりしました。これはノーニュークフェスタという去年、まあ、原発問題ですね、それを訴えるためのイベントの中で、スピーチをさせてもらったり、まあ、さまざまな環境イベントにブースを出したりとか、まあ、そういう機会も与えてもらいました。これは前、日本語スピーチ初めて、first time、全部日本語。でも練習多分110回。私のマイク、最初は冒険家庭、韓国だったから、本当に。今でも言える？ No, yeah, できます。時間があったなと。あと、I need for you. I remember. Yeah, it's first time. And also, we clean beaches together. So this is Sagojima, Koji's 冒険学校。と一緒にレフリサイクルメンバーと冒険学校、一緒にビーチクリーンアップ。
これはあの第6冒険、僕が主催している自然学校なんですけども、そこの自治クリーンアップと、ライブリサイクルが一緒に、自治クリーンをしました。いつもあのフロント、まあ、島の前だけなんですけども、まあ、大人の人がいっぱい来てくれたので、島の裏側、もう普段その人が行けないところですよね、まあ、人が行けるところって結構掃除できるんですけど、もう初等部の島の裏側とか、もう人が行けないところっていうのはもう何十年ものゴミが山積みになってるんですよね。それがもうあの、まあ、船で行ってカヌーで下ろしてまた運んで帰るというような、そういう備蓄林も、マイクたちの団体と一緒にやることによって可能になりました。 OK, so now so 最初にお金ない、タイプない、 nothing すごい難しい、私の夢。 So these are sponsors, so I called everybodyEvery company in Japan and America. Maybe 60 kai, no. Demo, 6 kai, 大丈夫. So we had big sponsors and small sponsors. あの、まあ、最初にいくらぐらいお金がいるんかという話なんです。まあ、カヤックの遠征で大体100万円ぐらいなんですよね。一つやるのに船とか装備代とか含めて。それぐらいの遠征費用がかかるんだけど、マイクにそれ用のお金あるのか全くないと。お金ないどうするんか、なんかもう電話してスポンサーを募るということで、まあ、とにかくよくね、電話しました。まあ、アウトドアの用品って結構外国製の多いんですよね。そういうアメリカのメーカーとかにも彼は英語がもうしゃべれるので、そうやって国際電話で、相談して、まあ、何社かこうやってスポンサーについてくれるところがありました。 Yes, so 最初にお金ない、nothing。今、now、sponge bell、all the gear、kayak、everything we have。そういうことによって装備類はもうほぼスポンサーで賄うことができました。And so now, my friends, oh, すごい。Oh, you have paddle, amazing. 多分できます。装備が揃ったら、なんか友達が装備来そうだねって言ってくれる。Oh, 多分大丈夫。So this is...Maybe 1ヶ月前 or 1 month before kayak trip、この写真は出発6月24日から1ヶ月ぐらい前ですね。まあ、1年間ずっと彼にね、本当に、まあ、僕と一緒にやった時もあるし、僕が忙しい時は、ね、1人で、30年前の古いカヤックを、ね、貸してあげて、1人でね、一生懸命冬のもう寒い中でもね、漕ぎました。で、ようやく1ヶ月前、はい、Yeah, and this is, so, 最初に3キロ、で、77キロ、一緒に。最終的に77キロ。今回の遠征の一番長い横断の区間というのは70キロだったんですよね。で、まあ、70キロ以上は必ず漕げる走力がない、いけないということで、まあ、1ヶ月前にようやく77キロ、まあ、ダブル艇で漕ぐことができる実力がつきました。Amazing. Great work!OK、開花でお願いします。Here we go。はい、とうとう当日が来ましたね。So, this is a Tsunoshima.、and this is... 何 day? 何日？ 何日？ 24。And this is our boat, Tsunoshima, and this is the community that came to support us. And community is the most important thing.For life recycled and for what we do. 出発 の, 当日、まあ、前日もそうなんですけども、たくさんの、ね、支援者たちが駆けつけてくれました。もうマイクにとってはもうこうやってコミュニティって言ってますけど、まあ、こうやって助けてくれる支援者で、みんなでやることが、僕たちがやってるんだけど、みんなで一緒にやるっていうことが一番大事なんだということを言ってます。And でも。すごい難しい。すごい難しい。Oh my god. So, 最初に津の島から沖の島まで。And, very, very hard here.、and maybe here, ちょっと weather, 天気すごい悪い。ちょっと雨、ちょっと風、ちょっと危ない。だから、もし、emergency 日本語。非常に緊急事態。Like, we die, 命ない。So, すごい。So, go back.最初にマイクが行きたい、どうやって行きたいんだって言ったときに、津の島は直接行きたいって言ったんですよ。ちょっとそれは無理だなって話で、まあ、無理ではないんだけども、なぜ無理かというと、
対馬海流ですよね。その黒潮の分流の対馬海流というのがもうこの北東に向かってずっと流れてるんですよね。直線で行ってしまうとどうしても流される傾向にある。なので今までのそのカヤックの横断のルートというのは、まあ韓国だったらこう壱岐対馬佐賀唐津ですね、この最短ルートですよね。昔のその朝鮮通知使とかもこのルートで行ってました。でもまあここに一つ島が、小さい島があって沖ノ島という島があるんですね。これはあのここには宗像大社の、まあ、ご神体がある島で、普段は上陸ができない島なんですけども、この島を経由したら対馬に直接到達できる、まあ、最短ルート行けるんじゃないかという、これで行けそうじゃないかという判断で、まあ、この沖ノ島の、上陸許可もいただいて、やったんですけども、1回目のその初日の横断には失敗しちゃったんですね。引き返しました途中で。それでは見てください。怖い怖い。で、では海にね、わあ、わあ、すごいね。Oh my god。はい、雨。今まで練習の中ではマイクはもうその島影が瀬戸内海で練習してたんで、島がいつも見える、岸がいつも見える状況の中で練習してた。で、この日は津の島から出て2時間もすると、もう全く周りに何も見えない状況になったんですね。周りに海、島影が何も見えない状況になった時の不思議な気分、もう漕いでる時これはすごいすごいってずっと言ってたんですけど、うん、そういう状況の中でのいろんなね、うん、そう心境もあっていっぱい、ね、でも頑張る、I have to power、This is so bad。 で、コージちょっと水どちらか吐いて船の上にあのゲロが出てくる、僕がこう洗ってたんだから God, so bad。 でも、頑張る。I try。 まあ、なぜ引き返したのかっていうんです。まあ、ああいうちょうど、まあ、梅雨時期の前線が北上してきたというのもあるし、まあ、対馬海流の速い区間というのは、まあ、ここの、対馬と韓国の間と、この間もすごい速いんですよね。で、やっぱり、まあ、あることは分かってたんですけど、どこまでの海流が走るかっていうのを行ってみないと分からないんですよ、実際。で、今回、まあ、対馬24日に出たときに、まあ、軽い、西風、向かい風という、まあ、2、3メーターぐらいの予報で、まあ、2ノットぐらい出てもそれ突っ切れるんじゃないかなという計算のもとに出たんですけど、やっぱ海流がものすごく強くて、それ追い風だったら行ける可能性もあったかもしれない。向かい風で時速がもう約、まあ、僕たち2人で漕いだら時速大体7キロから8キロぐらい出るんですけども、巡航でもう4キロぐらいまで半分ぐらい戻したんですよね。で、まあ、大体中間地点までに、まあ、頭の中で計算してるんですよね。その到達時間が 何時になるかというのは常にずっと自分の進んでるスピードで計算してるんですけども、まあ、やっぱりもう夜中2時とか3時ぐらいに到着するということで、まあ、それはもう僕の中でも想定外なんですね。想定外のことはできないという判断で、この日はもう引き返すという判断をしたんです。Okay, so 全部会社班長すごい危ない、できません。So これは会社班長、so please, he said, please come and meeting, please come meet us.話しますください。今回の遠征度一番というかもう大変だったのがもう海上保安庁との調整でした。もう1ヶ月ぐらい前からもう遠征の計画書を出していくということは伝えてたんですけども、角島を出発するときに角島漁協の組合長さんがですね、こんなやつらがいるというところで海上保安庁に通報したんですね。でなぜか
第7管区の本部の方には僕この話が言ってなくてですね、その本部の方がそんな危険、漁師さんが危険と言ってるところなら危険なことさせられないみたいな感じで、とにかくこの遠征を中止しようせよという要請をしてきたんですね。で、そんなこともできないと、で伴走船をつけろと、伴走船もそんなもん今もつけれない、で、まあ、一緒に一緒もとりあえず、まあ、まだ出るとは決めてないから、また切ります。もう最初本当前日3時間ぐらいもうカールがある保安庁と電話をしたんですけど、もうまた出るとは決めてないですって言ってたんです。まあ、その次の日の朝出るとき、出る直前に今から出ますって出てきたんで、まあ引き返して、海上保安庁で、まあ、今回今日は引き返しましたと、まあ、一度ちょっと話をしませんかと、あまりこの海保とトラブルを起こすのも、まあ、僕としてもあまり良くないことなので、とりあえず文字の海上保安本部ですかね、そっちに行っていろいろ情報をくださるということで伺いました。これは船、right? So, 海上保安庁見てください。Look, 危ない危ない、たくさん船、命ない。So, yeah. 情報の話をするというか、まあ、基本的に聞けばやっぱりやめろという説得工作ですよね。これは船、関門海峡から船が出て、韓国、中国に行く船の航路図1ヶ月ですよね。これぐらい、まあ、レーダーがついててですね、その航跡をたどってるんですけども、まあ、これぐらい船が通ってると。そういう中を、海峡で行くことはもう、こちらとしては認められないという。まあ、そういう説得、まあ、要請に近かったですね。So, これは、support the 船、20万でもお金なできません。で、もし行くんだったら、伴走船をつけてくれと。伴走船をつけてくれるんだったら、なんとかこちらとしても安心できるからということで、まあ、これは、金崎、宗像の近くの金崎というところなんですけども、まあ、ちょっとその初日に沖ノ島に向かう潮流が強いというところで、まあ、2人で話し合って、まあ、韓国に行くことを最優先するのか、沖ノ島、誰もやったことない沖ノ島ルートを最優先するのかということを話し合って、まあ、2人で韓国に行くことを最優先するということで、まあ、出発点を宗像ということに変更して、まあ、そこでサポートボートが、まあ、僕はもう高いのはもう最初から分かってたんですけど、まあ、できないかなという相談を一応して、まあ、これ釣り船なんですけども、まあ、対馬までサポートボートをつけて20万、まあ20万という値段、まあ、マー君にとっては払える値段ではなかった。So, 宗像から駅まで、So that was our route. で、次の日に、まあ、サポートボート、まあ、沖ノ島、対馬ルート以外だったら僕はサポートボートはいらないと思ってたので、もう行きルートを目指して、村田から行きを目指して、横断しました。これ26日ですね。これが大体77キロぐらいあるんですけども、ここでもちょっとまた海上保安庁とトラブルがあります。This is video.危ない、これさ、ストラップ。This is 駅、すごい綺麗。これ駅に入った時ですね。Yeah. Okay. Yeah. So, 海上保安庁すごい。Yeah, maybe your story doesn't. Yeah, すごい。26日にもうものすごい天候が良かったですね。もうこれ以上ない横断できる天候が、迎えて、宗像というところから駅まで横断したんですけども、まあ、海上保安庁の方が4時間ごとに定期連絡を入れてくれるというところで、まあ、それは分かりました。でも僕たちカヌーで漕いでるので何かあるか分からない、できない時もあります、まあ、努力はしますけどできないこともありますというところで言ってたんですけども、4時ぐらい、うん、もう息まであと5キロというところで、まあ、さっきの後ろから海上保安庁の船がついてきて、停船命令が来て、遭難扱いで捜索してますって言ってどういうことですか
定期連絡がないと。いや、そういえば1時間ちょっと遅れてた。ほんなら僕たち その船がこう、あの海保が見つけた後に飛行機がわーっと旋回してるね。そうね、飛行機まで飛ばしてるんですよ。ちょっと待てと。で、本部の方に電話してくれって言うから本部の方に電話して、ほんなら ものすごい蹴るので、なんで本部の方に連絡しないのって怒ってます。いやでも管区が変わったから僕は福岡海上保安部の方に連絡してたんです。これは細かいんですけど、それで本部の方に連絡してなかったことをめちゃめちゃ怒ったりなんだりで、家族には遭難したって言って連絡してたりとか、僕の知り合いの福岡の火薬館に腹が遭難したってもういいって言ってですね、俺でもうそんなことするんだったら二度ともう定期連絡もしないって言って電話切ったんですけども、とにかくやっぱりストップさせたいんですよ。ことを大元にしてこの遠征をこうストップさせたいという意図があったような気がします。おお、危ない。So, climbing 一番好き。Climbing I like very much. So, climbing, and ちょっと、パッ、ブーン、ね、and I go, コージー、リス、ワー、and I say, 大丈夫、大丈夫、バンデイド。でもいっぱいブラッド、まあ、最初の息無事についてですね、まあ、カヤック その横断っていうのはやっぱり待たないといけないんですね。風といい天候っていうのを待たないといけない。で息でも3日ぐらい天候を待ったんですけども、マイクは常にじっとすることができない人で常に何かしてないといけないこう性格で、ちょっと目を離した隙に息のなんか岩場に登ってたんですね。帰ってカットバンくれって戻ってきて、ここ血だらけ、何したんだって、まあ、そういうトラブル、結局縫ったんだね。うん、ステッチです、いや今 2,3 針ぐらい縫いました。でも縫い位置あと大丈夫、行きます。 Let's go。 OK, so the next one we did from Iki から Tsushima Green Park。次の、工程は、壱岐から対馬、これが50キロぐらいの、区間です。これを横断しました。いい南風を待ってたんですけども、はい、南風が吹いて、その追い風に乗って、壱岐、愛媛、対馬に渡りました。ちょっと最後の5キロぐらい、かなりちょっと東寄りに風が変わってですね、だいぶ苦労したんですけども、なんとか、行きました。So, これは NHK インタビュー、見てくれた。たまたまその壱岐のグリーンパークというところに上陸したとき、役場の人がいてですね、福岡から来たというと大変びっくりされて、これはちょっとテレビ呼ぶからということで、地元 のケーブルテレビですよね、ケーブルテレビの人が来て報道してくれました。で後日 NHK の長崎でも放映されたそうです。Okay. 山口県角島を出発し、韓国プサンをシーカヤックで目指そうというアメリカ人と日本人の2人組が対馬に到着しました。対馬に到着したのはアメリカ人のマイケル・リードさんとサポートするシーカヤックガイドの原浩二さんの2人で、24日に山口県の角島を出発しました。しかし潮流などの関係で進むことができず、26日に福岡県宗像から再出発、壱岐を経由して30日に満島町の対馬グリーンパークに到着しました。マイケルさんは2年前に山口県に英語教師として来日し、町がきれいなことや人々がリサイクルに取り組んでいる姿に感動しました。しかしその人々が美しい海岸と紹介した角島は、たくさんの漂着ごみが流れ着いているところでした。なぜ街はきれいなのに海や海岸にはゴミが散乱しているのか。角島の海岸にはたくさんの国内から出たゴミと韓国や中国から流れ着いたゴミがありました。この現状をたくさんの人たちに知ってもらいたい、そう考えたマイケルさんは、漂着ゴミの清掃活動などを通じ地域の人々へ訴えかけました。そしてより多くの人たちへこの現状を知ってもらおうと、シーカヤックの旅を思いついたのです。To raise awareness about beach trash and to show that one country, like 韓国 bad, 中国 bad, ない, right?
一緒にビーチの清掃し、we all have to clean together. Like, America 人、America ゴミない、nowhere、なし。This is everybody's environment. We all have to do something. So, like, 日本人、America 人、and then, 多分、韓国、together 一緒に。So, I want people to understand that you have to change, you have to do something, you have to take action.マイケルさんと原さんは翌日ひたかつを目指し、天候や韓国の受け入れの状況を調整し、プサンを目指します。まあ、このテレビが放映してくれたことによって、対馬の人が僕たちの存在を知ってくれてですね、とても受け入れていただきました。あと、対馬グリーンパークからひたかつまで、対馬のケーチマングリーンパークというところから、まあ、釜山に渡る最短距離のひたかつというところですね。そこで出国しないといけないんですね。その出国するためにそのひたかつというところまで漕いで行きました。これも50キロぐらいですね。うん、例えば、すごい綺麗、すごく美しいところですね。もう行きも対馬、すごく美しい海岸線でした。So, immigration, すごい一番、oh my god, すごい難しい、すごい難しい。最初に、maybe 2年前、韓国行きます。隔離断します、大丈夫ですか？多分大丈夫。And then, 一週間前、隔離断します、できません。一週間前、できません。What? So, and, please, please. 韓国までカヤックで、伴走船なし、サポートボートなしで行った例というのは今までなかったんですけども、そのなかったその理由というのが韓国税関の問題だったんですよね。韓国税関がサポートボートなしでの火薬横断を今まで認めてこなかった。で、まあ、僕もそれが一番、心配する、それも知ってたんですよ、心配するところで。とりあえずマイクに韓国に行く、行ってもらって税関で聞いてきてくれと。それが半年ぐらい前だったんですよ。直接税関まで行ってそういう話をしたんだりした。マイクは、OK だと。大丈夫だと。本当ね。大丈夫って言ったんで。まあ、ここの事務所に来れば大丈夫だからっていう話だったんですね。まあ、僕はそんなに簡単に行くんだと思ってて。で、その後も、まあ、一応その念のためにメールでちょっといろいろやり取りをしてみたらどうかという感じで、メールを何度も何度も何度も送ってたんですけど、その後何もレスポンスがなかったんですよね。で、出発の2週間前にね、突然そのメールが来て、あなたたちは韓国にはカヤックだけで入ることができませんと。カヤックで入るためには、国際船舶登録、ちゃんとその、船舶が取るような手続き、国際船舶登録をして、入らないと入れないと、いうことなんですよね。で、国際船舶登録、カヤックで取れると思いますか？カヤックっていうのはもともと船舶でない、船ではない、できません。なので、いろいろ調べました。日本ではもちろん無理でした。で、世界中で調べてもらったんですけども、パナマと、リベリアとパナマでは、もしかしたら取れるかもしれないというところで、代理店に頼んでもらったんですけども、結局それもダメでした。で、もう八方塞がりですよね。もうどうしようもない。でもそんなはずない。僕今までにいろんなその国をカヤックで越えてるんですけども、そんなことを言われたこともないです。絶対にそれは大丈夫だというところの自信はなかったんですけども、行けばなんとかなるさ的なことですよね。それで、まあ、出発はもう1週間前に迫ってたので、もう出発はしようということで行きました。で、ひたかつについて、まあ、日本側の方はですね、比較的許容範囲が広くてですね、まあ、カヤックは船舶ではないという定義なので、カヤックは国際船舶法にとらわれない船だと。だから出国はできます。出国って意外に簡単です。出国はできると、通常手続き出国できる。だけども国境を越えて韓国に入る場合は、韓国の税関の従ってくる、まあ、もらうということで、出国はできるんだけど入国はできないという非常に難しい問題に、打ち当たったんですよね。で、ひたかつについて、ひたかつについて、まあ、いろいろ動いてみようというところで、まず対馬って結構韓国の人が多くてです
ですね、その知り合いの、また知り合いの韓国人の人を頼んで、直接韓国語で調整してもらったりしてもダメで、もうお金をもういくらか払う、向こうの通関代理店の方に連絡してもダメで、まあ、こうやってニュースになったことで、対馬市も動いてくれたんですよね。対馬市の方から釜山市の方へこういうビーチゴミのこの、問題を訴えていくから、なんとか入国させてもらえないかということを言ってもらったんですけども、それでも釜山市はダメ、釜山市の方が、それが税関の方まで働けないという答えで、まあ、とにかくもうどうしようもないという話をしてて、それでまあコーストガードとも話したりとかして、もし行けばどうなるんですかねまあ運が良くて着いたら強制送還、もしくは運が悪ければ向こうでこう、まあ、逮捕されて海外所だのどのこのという話になるんじゃないかということで、まあ、2人の中ではでもやっぱり船舶じゃない、うん、船じゃないと、やっぱ行くべきじゃないかという話をしてたんですけど、うん、まあ、そうこうするうちにやっぱり5日ぐらいその調整に時間がかかって、でもう行ける日があったんですね。でも行けなくて、でもそうこうするうちに台風、台風8、うん、台風でか、もう今まで一番でかい台風が来る。 So what's, and maybe you said this, I don't know, but、we had to decide, will we go, right? And I thought 多分 99% 帰ります。でも帰りません。すごい、すごい私の夢。I have to try. So now, 多分 how long will I get arrested for? How bad will it get? That's it. Like, now, I don't think I can, we don't think we can do it, but we're going to. We're going to try. AndOnly question, how bad will we get hit? Will we get arrested? Will we get jailed? Passport gone? We're gonna try. Whatever happens. 行くことを決めてたんだけども、まあ、さっき言いましたけども、向こうで何が起こるのかということだけを、まあ、心配してた。Yes. Only Coast Guard. 何年か前にですね。まあ、それ伴走船をつけてた時なんですけど、カヤックがこう韓国のコーストガードに威嚇射撃発砲されたっていう事件もあったんですね。まあそういう噂はね、結構尾ひれ、はひれがついて、実際にその時にいたサポートボートをつけた人に聞いたんですけど、まあそれはカヤック、まあ潮流に流されてカヤックがもうつけないという段階で、船にもうカヤックを全部乗せて全速力で釜山に向かっている途中に後ろからの停船命令に気づかなかった。で、当時のカヤックってクバガサみたいなのかぶってたんですよね、沖縄の。それが流行っててですね、それがどうもボートピープルに見えたんじゃないかというところで発砲したと。で、あとあとこう船長と、あ、船長、向こうのコーストガードが乗り込んできて停船されてやったんだけども、あ、ちゃんとこ許可を持ってたし、逆にそのコーストガードの船長の方がこのことは言わないでくれっていうぐらい発砲したことは言わないでくれって言ったんだけども、ちょうどその時新聞記者がいてですね、それが報道に出ちゃったっていうのが、まあ、真実のストーリーらしいです。まあ、そういうこともあったそうです。And also, 一番重要、すごい重要。This time, I lost my job. 仕事終わります。だから、火薬で出演します。ちょっと長い。So, 仕事、さよなら。So, お金ない、仕事ない。でも、大丈夫。行きます。当初の予定ではですね、2週間で、僕の見立てで2週間でもあれば十分に釜山につけるだろうという計算だったんですけど、ちょっと台風が、季節外れの台風が来てですね、長い停滞をしないといけない、それと、まあ、この税関の問題ですね、それで予想外に期間が延びて、マイクはもう英会話学校の社長から、もうあなたの部屋はないというメールが来てさよなら、いつ帰ってくるのみたいな話で、まあ、僕のためにも電話かかってくるんだけど、取りたくない何と俺にかかってくるの OK So, and 対馬、ビーチゴミ、たくさんビーチゴミ、でもこれはリサイクルファシリティ、すごい素晴らしい、見てください。長く滞在することになった。結局対馬に2 weeks、2週間近く停滞することになったんですけども、
対馬もものすごいビーチゴミに悩まされています。まあ、日本列島に本島九州に入る前に対馬がゴミを全部受け止めるという状態なんですよね。もう半端じゃないゴミの量です。で、国からの予算も10億ぐらいかけて、ね、今ゴミの処理をしているんですけど、彼牧本さんって言って対馬の市議の方なんですけども、まあ、ゲストハウスもされてて、まあ、台風が来た時とかはもう彼の家にずっと泊めてもらったりとか、いろいろサポートを受けて、で対馬中をいろいろこう案内してくださって、まあ、彼もそのビーチゴミの問題、日韓共同での海岸清掃に取り組まれているんですね。で、この対馬のちょうど真ん中にビーチゴミを処理する施設があるので、ちょっとその映像をご覧ください。ここは対馬のちょうど真ん中あたり、久志というところです。ここに対馬中の海岸漂着ゴミが運ばれてきます。で、袋の種類をあらかじめ、ゴミの種類によって分けられてきています。発泡スチロール、それからハイプラスチック、漁網、それから木くず等がここに運ばれてきます。これが流木を詰めた袋になります。今まで流木は重たくで処理も難しかったので回収はしていませんでした。昨年漂着流木の破砕機を買いましたので、このように、漂着ごみとして回収するようになりました。この漂着ごみですが、いろんな形をしたものがあって、一袋に詰めると隙間がたくさんできます。これをそのまま当該に、海上輸送するともっとたくさんのお金がかかります。ということで木くず破砕機というものを買ってチップにしてぎゅうぎゅうに詰めてコストを下げようという動きをしています。で、このようにどうしても凹凸があるので破れてしまいますので、また新たに袋を使う、そういうコストも削減できます。ここは主にロープ、漁網の漂着物のゴミを集めているところです。これ以外にもこのように V、ハイプラスチックですね、ハイプラスチックの中にも多く浮きのようなものがたくさんあります。で、このハイプラスチックを使う油化すると、発泡スチロールだけで作る床した油よりもぐっと質のいいものができると言われてますので、そのことに今取り組もうとしています。ここにあるのが漂着流木を破砕する木くず破砕機です。ここで流木を細かく砕いて、砕いたものをこちらのマシンに移してふるいにかけます。で、チップをの大きさをいろいろ変えていくという仕組みになっています。はい、ここは漂着流木を集めているところになります。保管しているところになります。ここは袋のまんま保管するのではなくて、袋から出した形で保管しています。それは、漂着流木がたくさん塩分を含んでいるために、雨水にさらして塩分を抜くため、雨にさらして、塩分を抜いて機械で、破砕する、その機械の負荷をかけないようにするために、このように裸のまんま放置してます。はい、ここは発泡スチロールを油に変える床装置の場所です。このように発泡スチロールをそのマシンに入れて粉砕します。細かくなったものをこちらで溶かして油に変えていきます。で、ここで溶かしたものを不純物と分けるような形になります。で、ここでもう一度気化させたものを、水で冷やして油がこちらの方から出てくるようになっています。で、それで出てくる油がこちらの油になります。で、一袋にでだいたい10キロリットルの10リットルの
油が取れるそうです。1日にして約70リットルの油をここで生成できます。そのうちの30リットルを使ってこの機械を動かすことになっています。すごいね。まあ実際はこうやって油化装置を作っているのはとても落ち着きません。だから今やっぱり巨大な油化装置、もっと精度の、精度じゃない、なんていうかな、ちゃんとした車とかでも使えるようなそういう機械の開発も進められているみたいなんですけども、まだまあこれは実験的な段階ですね。ただ発泡スチロールしかできない、これはすごい初めて first time。 これ津波シーマンたくさん部位です。でも多分ありません。So, this is amazing. So, this is Cho-san. Cho-san, a 韓国人. And, なぜわかる?どうわからない?でも, 韓国 opened. He opened Korea for us. How? わからない。100% わからない。でも, 全部. あと話します。韓国, 大丈夫,大丈夫。Please come. Okay, 大丈夫。どう? Amazing.このカメラの首に下げている方、チョウさんというんですけども、まあ、僕たちの中でミラクルメントです。ミラクルメント。ちょうど床装置の見学が終わった後にですね、まあ、観光でいろんなビーチをね、脇本さんが、ちょうど台風が、高すぎる頃かな、あまり強くならなかったと言ってた時に、たまたまですね、このおじさんと出会ってですね、まあ、何の気なしにちょっと会話をしゃべ、英語がしゃべれた。何気な話を始めて、だお前たち何してるんだっていう、いやだからプサンに行こうとしてるんだけど、なかなか税関の方が許可を出してくれないんだっていう話をして、あそうなんだ、ちょっと話聞かせてくれないかということで、調査にも詳しい話を、まあ、どういう目的でどういうどこでどういうトラブルが起きてるかっていうのを話したんです。でその時はもう何の気なしに、分かりました。でまあ別にこっちとしてもその張さんが何かをしてくれるという期待も何もなかったんですよね。で、まあ、それが7月11日に張さんと会ってですね。で、まあ、電話番号とか教えてたんですよね。で、7月14日にいきなり張さんから電話があってですね。すべて大丈夫になったと。本当にって本当に多分ない。もう入れないよ、大丈夫だよっていう話いや、なぜ大丈夫かない。で、これとこれの書類を送ってくれ、ファックス送ってくれたらいけるからって言って、まあ、日本側の書類をファックスを送って、でもう一度また電話した。うん、OK、で、もう、すごい。いつでも来いみたいな話。何が起きたんだって言ったら、何が起きたんだって言ったら、多分嘘。ペンギンはある、でも。そう、それで、ね、そのなでちょうど15日が、まあ、僕の仕事もあったし、もうマイクももうほぼもう仕事ももうアウトだというところ、本当にラストの日だった。その後がまた前線が上がってきて、まあ、天候が悪くなる。15日がもう最後の好天候の望み日だった。その1日前でした。それでよし、そしたら、税関 OK で、向こうのコーストガードにもそうやって打たれちゃったわけなんで電話したんですけど、コーストガード日本であれほど苦しめられた海上保安庁、韓国では海洋警察庁というんですけども、電話したら、おお、来るか、OK、なら国境を越えたら、伴走してあげるよっていう、横に、いや、伴走まではいらない、何かあったら電話するから、伴走まではしなくていいっていう話、そしたら、マスコミに電話してもいいかっていう。いや、すごい。それは大丈夫だ。おっ、本当かよみたいな話で。それでももうね、どうしよう、全てのもう光れた、それでゴールだというところで、7月の15日に、出発しました。あと、最初に言ったかつでも、サゴ、だから風、そう、current、何、current、日本で。海流?海流、すごい、すごい強い。そう、まっすぐできません。まっすぐ、ほわっ。So you have to go like this to Korea.まあ、潮流ものすごく速いんですね、ここは。なので、まあ、いろいろ現地に行って、日高津から最初、プサンを目指すという、計画だったんですけども、まあ、昔の船とかも、この佐護というところ、ちょっと回り込んだ港ですね、そこからずっとこう弧を描きながら、
ずっとちょっと西に上がって流されながら行ったという話を聞いてたので、まあ、ちょっとルート変更して行きました。Let's going to Sato. Hitakatsu から Sato. ちょっと風が強い。ちょうど対馬の先端に今回り込んでるところなんですけど、非常に対馬の先端、あの海上保安庁の飯田基地があるとすごく荒れるところなんですね。So this is the typhoon. さっき言った台風ですね。ものすごい大きい台風が近づいてきて、それで停滞を、長い間停滞を余儀なくされました。Okay, here we go. That's very funny. Right, so ちょっとまだ出る前の話ですね。でまあ、こういう感じで出発前の待機をしてたと思います。でも、いつも花見。Every, 花見。パッパッパッ寝てます。ガー工事、ダーゼーだから、3時、wake up。3 a.m. Maybe like 10時、パッ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 今回は、まあ、我々出るときは絶対ビーチから出るので、朝、だいたい5時出発。暗いうちに出発するんですけども、まあ、3時起きなんです。で、もうできるだけ浜に近いところにキャンプ張って、まあ、こういう普通の民間 の, キャンあの水泳、海水浴場とかに張ってるんですけども、この時期はちょうど若者たちがですね、夜になると出てきて花火をする時期に重なってですね、壱岐に渡る時もそうでした。で、対馬から釜山に渡る前の晩も、ずっとそのまでは静かだったんですけども、高校生がやってきて、花火をしました。そういう映像があります。ちょっと面白い。There's my, there's my tent. There's Koji's tent. I'm just making video. Very funny. Our gear. And there's a bunch of high school kids lighting off fireworks. すごい。Amazing. Sleep tonight? Nah.まあしょうがないですよね、これね。Okay, so this is 朝ですね。Very, すごい早い。4時ぐらい。Very dark. でも、前、すごいハイテンション。Very, だから、もしできません、帰ります。この日にできなかったら、もう旅は終わりという、本当のリミットが来てます。And, so 朝、ちょっと風。And so, だから一日練習お金 and then 一番重要もし風邪できませんすごいハイテンションすごいハイテンション right there and then this flag no なぜ夜半過ぎからまあ予報に反して風が吹き始めたんですよねでこの風が止まないとちょっと出発できないという判断で朝になったら止むんじゃないかなと思ってます朝になってもなかなか風が吹き続けて、予定時刻の5時になってもまだ吹いてました。But we did it. So, これは何ですか? You know? これは何ですか? So, yeah, すごい。So, when kayaking, I see すごい白い。これは何? Like, すごい大きい。So, maybe 半分。So, 日本、韓国、半分。Just big, big, big. これは like a buoy. Like a styrofoam buoy. でも本当にすごい大きい。Very, very big. Just like, see, all the way 白い。全部白い。初めて、first time I saw. まあ、無事に6時に風がやんでもすぐ出てました。もう時間がやっぱり、日没までに着きたいとすぐ出たんですけども、まあ、順調に進んで、まあ、国境を越えたあたりからですよね。海に潮目ってあるんですよね。これゴミがどうしてもすれ違うところですね。それが何本も、イカ海峡の間にあるんですけども、その潮目沿いにこの発泡スチロールの粒ですよね。発泡スチロールって小さい粒で固まってるんですけども、その真っ白な帯が何本もずっと続くようなそういう状態でした。Yeah, すごいシャーク。Very sad. この海初めてです。Oh, okay. I just gonna play. Play. Right? Yeah, play. So, already done? No. 환경에 관심이 있는 미국인과 일본인 두 명이 카약을 타고 대마도를 출발해 부산에 도착했습니다. 해상 쓰레기 문제 해결을 위한 동북아 국제협력을 이야기하려고 왔다고 합니다.
김기태 기자입니다. 50km의 바닷길을 건너는 대장정의 시작. 카약 한 대가 일본 대마도를 떠나 부산으로 출발합니다. 마치 한 사람이 노를 젓듯 대한해협의 푸른 파도를 거침없이 헤쳐나갑니다. 일본에서 영어 강사로 일하는 미국인 마이클 씨와 카약 가이드인 일본인 하라 코지 씨는 6m 길이 카약에 몸을 싣고 10시간에 걸쳐 대한해협을 건넜습니다. 대마도와 부산을 오가는 일은 파도가 높아 정상적인 배로도 운항이 어려울 때가 있지만 이들은 카약 한 대와 GPS만으로 성공적으로 우리나라 해역에 도착했습니다. 이들은 해상 쓰레기 문제 해결을 위해 동북아 세 나라가 협력해야 한다고 말했습니다. And I found out that it's not Korean trash. It's 70% Japanese trash, 15% Korean. But 이들은 앞으로 부산에서 해상 오염 문제를 알리는 활동을 하고 일본으로 돌아갈 계획입니다. MBC 뉴스 김기태입니다. Okay, so just wait. 見てください. これは I have more. This is 一番重要. なぜ? だから 一緒に everybody すごい重要. 一緒に. Right? 皆さん同じ. Everybody is the same. So together we have to do this. Right? If not together, nothing. Right? This is すごい重要. So 一緒に. We do. コスガス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 コスガ
たんですよね。まあ、定期連絡入れてたんで GPS で僕たちの位置は確認してて、もうそこからもう何かあったんかなと、また怒られるのかなと思ってたら、後ろがずっとついてきて伴走してくれてました。ずっと港に入るまで伴走してくれて、で港に入ったらちょっと喫水が浅くなるので、今度小型の、巡視艇が2隻横について、でもマスコミが乗って、まあ、さっきの映像も巡視艇から撮ってるんですけども、それぐらい、逆に何だ、反対してくれたというか、で入港してからも税関の人たちが、なんていうか、もう税関の人たち、僕たちがすごいコンタクトしてたの知ってて、でも調子がもうダメでみたいな話で、そうだ、すごく心配してたんだけど、私たちも何があったかわからないで、全てクリアになったっていう。さっきの張さんとかも迎えに来てくれて、So, what's most important is 子供たち一番重要。So we did a workshop, beach going, and then here our trip. So this was in Korea, 3回, 3 times we did. はい、マイクさっき言ってたのは、まあ、あの一緒にやることがとっても大事。一人だけの力ではどうしようもない。みんなで一緒にやることが大事だと。で、まあ、その韓国についてその張さんという人たちが、と仲間の人たちが全てもう入校してから僕たち何もしない状態で、もう着いた後はもうパーティーがあって、次の日にはもう小学校で話をしてくれ、もう1日に4回ぐらいクラスで話をしたりとか、で最後にもう時間がなかった、もう次の日には日本に帰ってきたんですけども、もうカヤックの本当は税関関税がかかるんですよね、送る場合は。それも関税がゼロになったりとか、張さんって何者なんだろう、未だに分からないですけど、いや、そうですね、はい、分からない、他の話しません、はい、まあ、そうやっていろんな機会をね与えて、いただきました。本当小学校で話をできたんです。本当に良かったと思います。And so what's also あと私peace boat してる。わかりました。peace boat。peace boat っていう。you know green foundation わかりますか。So green foundation 韓国 NPO 一番大きい。And peace boat 日本。So 10月30日私 guest speaker。On peace boat for kayak de danshimasu to kankyo to issho ni ichiban juyo. So yeah, we have to action. Action's most important. Words juyo janai. Action. Like no action, nothing happens. It's green boat. Great, yeah. Peace boat and green boat issho ni. 韓国のグリーンボートと日本のピースボートが共同して韓国行くのとか。Yeah. So especially Hakata.
那覇、台北、釜山。台湾から韓国まで回る、まあ、いわゆるピースボート的なものがあって、その中でゲストスピーカーとして今回の旅を、紹介させていただくことになった。だからいやアクションを起こされていない。起こさなかったら何も起こらない。だから動きを起こすことが一番大事なんだということを言っています。So, oh, one more thing, very important. So, in beginning, this was impossible. Minai-san, nobody did. Very hard. So, impossible, 重要じゃない。You have to try. You have to try. That's what's most important. Impossible, everything's impossible first.After maybe possible. No. Shunan から Tokyo まで、Sashi. I will do. I will sleep and collect trash, gomi research. So that's my next trip. 次は山口から東京まで火薬行くそうです。まあ、ゴミを拾って、また調べる、調査するというのを目的です。また太平洋側になるとね、違ってくると思います。日本海側と太平洋側のゴミの状態。夢一番重要。Okay, anything else? Okay. Okay, 終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。